それでは早速本日のお客様ゲストをお呼びしましょう。お客様はこの方です。キャー、及川さん。いくら攻撃力が高くてもさ、その攻撃までつなげなきゃ意味ないんだよ。お願いします。及川徹を演じています並川大輔です。おはようございます。テンション高いな。いやー高いですよ。君たちは、朝からガンガンいきますよ。ビジネスハイテンションです。嘘。毎回それじゃ維持してくれてたのか。いや先ほどありがとうございました。いやいや、こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。本当にありがとうございます。素敵な振りをありがとうございます。ハイト君がめっちゃ楽しみにしてましたからね。いやいや、もう本当にね、並川さんが来てくれることだけを楽しみに生きてきたみたいなところありますからね。なんだそれ。君いいね。いいですね。受け入れてくれる。ありがたいなというところでですね、あの村瀬さんは並川さんとの面識はあったんですか今まで。結構要所要所でですよね。そうだね、レギュラーで一緒だったのは僕はネズミやってる、ね、あ、そうですね。並川さんがすごく悪いネズミをやられてて、はいはいはい、で僕が途中で死んじゃうっていうアニメで。あー、なるほど。一番最初にご一緒したのはあれですよね。暗っ。すごいな。レギュラーが途中で死んじゃって、まあ、配給は死者出ないですからね。カイト君は。僕はそうですね、何でしたっけ、なんだっけね、噂をよく聞いてたんだよね。で多分ちゃんと話したのは俺がすっごいちっちゃい声出してやってる役、ね、ああ、なんだろう、そうだ、あの時に僕が並川さんの後ろにこう立った時に体重をこうスッと預けてきてくれた時がすげえ嬉しくて、それから大好きになった。全くなんか事の経緯が分かんない。なんかスタジオの、うんうん、ドアの前に僕が立ってて、でアフレコのテストかな、テスト中にこう並川さんが前に来て、でこう僕がこうやってスッと立った瞬間にスーッと後ろに寄っかかってきて、そう、僕がねもう本当緊張しすぎて気絶するところを助けてくれた。おかしいじゃない、後輩だ、おかしいじゃない。本当にね、本当ありがとうね。ちょっと怖いな、ちょっと勘弁してください。そんな僕が緊張しちゃって、僕ゲストだったんですよ、ね、だからすごい緊張してて、それでおかげで緊張もほぐれて、ありがとうございます。さすが先輩だなって思いましたね。